どうも、翔平です。またアランウェイクの続きをやってまいりましょう。非常にね、戦闘が多くて楽しくなってまいりましたね。非常にビビっておりますそういうゲームなんでね、やっぱり楽しんでいかないと。そういう要素も、これは渡れんの？よいしょ。落ちる落ちる落ちる。お、チェックポイント。クレイパーク・ジョージ？グレー峠炭鉱村。1928年に入植が始まったグレー峠炭鉱村は、ブライトフォールズ炭鉱社が炭鉱作業員のために開拓した居住区の一つである。近隣エリアに併設された、墓地の存在が当時の、炭鉱労働者の過酷さを物語っている。あ、さっきのやつは墓地だったんですね。墓地には見えなかったけど。さっき十字架のあれがありましたよね。多くの炭鉱事故犠牲者が眠るこの墓地は、残された者たちに安全第一を警告するモニュメントでもあった。グレート峠炭鉱村は、ブライトフォールズ炭鉱社が倒産した1970年、一夜にしてゴーストタウンと化した。なるほどね。じゃあこれはあれなんですね。もう記念ゴーストタウン博物館。もう誰もいないけど博物館化されてるんですね。なんか落ちてるな、そこに。バッテリーを取る。ゴーストタウンなのにバッテリーはちゃんと置いてあるという、プレイヤーに優しいゴーストタウンですね。なんかポットがありそうな予感がするんだけど、俺すっごい景色が綺麗だの。あれはなんだ、あそこから来たんだっけ。もう方向感覚が全くないの、私、ゲーム内では。ああいうとこも調べてった方がいいのかな。失礼します。あ、あった、コーヒーポット。よし、さてバッテリーを取る。あれ、バッテリーはもうマックスなのこれ。あれ、バッテリー取る。オッケー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 。さあ敵が出ないんでいいですね。探索も楽ちんで。さて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 、あんまりダラダラしてるとまた何の進展もありませんよって言われちゃいそうなんで、先を急ぎましょう。アイテムがね、適当に探して、あのいつも見落としてね、後でないみたいなね拾ってないじゃんってないない騒ぐ前に、おーっと周りを見ましょうとか言われそう。何ですか今度は。今度は何ですか。今度は何ですか。めっさいっぱいありますよ。ちょっとこういうのはあんまり使わない方がいいのかな。 OKOKOK、 なんとか。ちょっとまずいな、ここを影にして。 OK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 。 ほら避ける、いったー。避けるタイミングを誤ったくそ、もう来ないのか。それも動き出すんだろう、どうせ動き出すんだろう。ほら分かってんだよこちとら。ちょっと今度でかいぞ、ちょっとでかいぞでかいぞ。ちょっと四方八方に散らばるとやばい、やばい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 。ああ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 、ほらまずいか、ここここまずそう。うぅ、顔面直撃逃げる逃げる。ここら辺でやった方が良さそう、やっぱり。あれ、どこ行ったどこ行った。おお、四方八方に固まるのやめい。早く早く、危ない危ない危ない、アップだ、危ない危ない。よし、一個消えた。ポルターガイスト、あ、無くなったの。いやちょっと直撃しちゃいましたね。アイテムはなさそうだと。よし、じゃあ行きましょう。ガタガタ言ってるガタガタ言ってるガタガタ言ってる。廃墟を抜ける。
特に何もなさそう。何も黄色いマークとかないよね。オッケー。じゃあやっていきましょう。真夜中にやるといいですね、雰囲気が。ちょっと待って待って待って、またかよもう。ちょっと待てって。お前それはねえよお前。この木の影を隠れて。オッケーオッケーオッケー。てかすごいんだね、めっちゃ硬いんだけど。おほほ、ちょっとずいぶんずいぶん硬いのね。この木の陰に隠れていれば効かないってもんだ。バッテリーがもったいないからこのままにしとこう。オッケー。アホめ。ダメなのか、光量を上げないと倒せないのかな。よし、ヒットアンドウェイでいくぞ。オッケー。コツさえ掴んじまえばこっちのもんだ。バッテリーがもったいないのよね。ちょっと早く、ああバッテリーなくなっちゃった。はい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 、全然取っ払えないね。オッケー。アイアンホース、実績が次々に解除されてるぞ。バッテリーがすぐなくなっちゃうというね、こんなことやってると。コーヒーポットがあんなところにこっそり置いてある。オッケー。さて、アイテム、これ何、これキー、これ開けろって、これじゃないのか。何の鍵を手に入れたの。ここか、開ける。さあ室内戦闘とか怖いですよね。お、でも なんかライトついてるぞ。まさか、なんだこの廃墟にランタンが灯ってるっていうのは。おかしいぞ。ちょっと待って待って待って、バッテリー以外は全て苦痛だ。カッコと以外は全て苦痛だ。なんとか階下に降りた。はいはいはい。箱に詰まった全員の著作を手に取り、朦朧とする全員っていうのは死んだ魔法の湖で奇跡を呼び起こすクリエイターやミューズたち、うん、神々や夢や悪魔の王国、そして人間になりすまして記憶を狙う。なるほど、なんかファンタジーですね。ファンタジーっていうのかな。闇に取り憑かれた恋人や湖に対する恐怖についてだ。彼にとって湖とは邪悪な存在が潜む底知れぬ暗闇を映す鏡だったのだ。はあ、彼のアイデアを俺の物語に取り入れよう。これはいける。ああ、彼のあれをパクってんのね、このキャラ、アランは。なるほどね。ライフルの弾を取る。ライフル、いやポンプアクションの方がいいんじゃねえの。俺ライフルの方が好きじゃなくてショットガンでしょ、やっぱり。至近戦に強いね、至近距離戦に。ちょっと怖いねこれ。このオープンスペースが憎い。なんか来るでしょやっぱり。見る、これがなんかこの木が倒れるっていうのがなんか闇のその力が通り過ぎてるっていうことなんですね、多分ね。さっきから木がバタバタ倒れてますもんね。ここら辺になんかあるんじゃないのか。ない。上に行く道と左に行けって言ってますけど、ここは特に何もないみたいですね。よし、じゃあ行きますよ。上に上がった途端になんか来るのかな。よし、そーっとチェックポイント、ミラー峠の展望台へ向かう。今のところ階段とかそういうとこでバンって出てきたりすることはないみたいなんで。うん、だいぶか、静かだな、随分と。おお、上に行けって。え、誘拐犯からの催促だった。催促、間違いだらけの稚拙なメッセージから奴の焦りが感じられた。はあ、
お、あった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 。上にもなんかあんのかな。上に行けって言ってましたよね今。開ける、フレアガンを取る。やった、武器をリロード。よし、フレアガン強いですからね、かなり。でショッティも弾切れ、弾切れってどういうこと。さっきショットガンの弾拾わなかった。あ、ライフルの弾が落ちてたのか。ムー、ライフルを拾っておくべきだったか。なんかこっちにも、あ、こっちから来たんだよ何してるんだ私は。上に行く感じ。そこの小屋とかなんかあんの。なんかこの山に張り付いてる家たちは室町時代のお寺みたいだな。なんだなんだなんだ、マジで。またもうやめようよ、もう。鳥は鳥だって言って、なんですかそれ音楽が変わったね。いやー、こういうとこ怖いね。おっおう、オッケーオッケー。なんか音楽が、マジかよ。ちょっと待てよお前、やめろよやめろよやめろやめろよ。あっあっあっ、落ちる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 落ちちゃう落ちちゃう落ちちゃうって落ちちゃうって。鳥だわじゃないよ本当に。ちょっとやばいやばいやばい、また鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥、トラウマ、トラ、鳥トラウマ。痛い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 、もう食らいながら逃げる。落ちる落ちる落ちた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 。こんなとこ来ないでしょ普通人は。いやー、なんか新しいやつが出てきそうで怖いですねこういうとこ。もっとなんか得体の知れないモンスターチックなのが。ふむ、左にも右にも行く場所が。あ、左は行き止まり、左は行き止まりだね。静かだね。ちょっと待って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 。お、前は行けないのね。了解了解。いや、これはなかなか怖いよ。モンスターは出てこないのかな。お、なんだなんだ、アランって呼ばれたよ。なんて書いてあるんだろう。トンネルズ go to、 あ、コールドロンレイク。あ、なるほど、トンネルはコールドロンレイクにつながってるみたいですね。こっちにも行けますけど、あの黄色い文字があるってことは何かあんのかな。え、激痛が脳を貫いた。突然激痛が脳を貫いた。こっちには行ってはいけないようだっていう感じ。なに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 、奥さんの声が。はあ、アリス、なになに、助けてって。アリス、ちょっと待って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 、もう奥さんの心配よりこっちの心配ですよまず。さて、トンネルっていうか洞窟だよね完全に。お、あ、まずい、ここにいてはダメだ。ここにいてはダメだ。原稿が落ちてる。ハンター、闇に飲まれる。ハンターたちは皆たくましい大男で森の達人だった。ほうほう、気の合う仲間同士、夜更けまで階段を魚に飲み交わす。なるほど。そんな楽しみが一転してあだとなった。闇に飲み込まれた彼らを待っていたのは、どんな階段よりも恐ろしい結末だった。ハンターたちに追われてったのかな、それとも一緒に戦ってくれてた感じ。ここにいてはダメだって言ってるんですけど、この先には行けない感じかな。じゃあこれ原稿だけだったのかな多分。それよりもアイテムが欲しかったんだけどね。特に何もないよね。でもね、まあ、ん、ここ何もない。
すぐ疲れちゃうな、やっぱり。超人でもなんでもないからね、主人公は。よし、じゃあもう少し進んで、どこに文字があったんだっけ。ただ道しるべっていうだけかな、アイテムではなくて。なんかモンスター出てくると思ったら出てこないんだね。こんな格好の場所だと思うんだけど。ふむ、発煙筒、そろそろ来そうか。ふむ、銀鉱山を抜ける。よし、とりあえず、この原稿を拾って読みましょう。ナイチンゲール、モーテルにて。ドアもカーテンも締め切った。モーテルの薄汚れた部屋にいても、ナイチンゲールは住民たちの冷ややかな視線を感じた。なるほど。彼らが自分に下した評価、その容赦ないプレッシャーを彼は無理やり頭から締め出した。奴らは自分のあれですよね、行いから来た冷ややかな視線ですよね。どうかなんとか切り抜けさせてくれ。彼はボトルを煽り祈った。やっぱりアルコール依存症なんだね。こっちの人ね、ほんとアルコール依存症多いんですよね。日本だとそこまでいないと思うんですけど、みんなお酒に飲まれてしまう人が多いですな。よし、なんかグラグラいってるよ。だいぶ、なに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 、またポルターガイスト。ポルターガイストっぽくない？え、岩コンド。そういう地味な戦法やめてよ。なになに、お、来たよ。これボスってこと？いった、そんな生きられて、出てこられても困るんだけど。ほらほらほら、とりあえずもう思う存分使ってやる。よし、これで、よし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 、武器をリロード。よしで、今度こいつか。よし、ちょっと待て、アップで避けたのか？避けたのか避けたのか？よいしょ。これで思う存分当てて。よしよしよし。リロード。こいつはもう大丈夫だよね。オッケーオッケー。オッケー。わっ、まだ生きてるまだ生きてる。特殊部隊員だ。シクル持った。いた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 。しろ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 。マジかよマジかよマジかよ。アップだよ、危ない危ない危ない。まだ出てくるのかな、まだ出てくるのかな。危なかった。ふう、ちょっと一段落。回復はゆっくりする感じなんですね。行き止まり。あっちは塞がっちゃった感じなのかな。塞がっちゃったんですね。さあ、もう何にもなくなった。これが次は頼りですね。ここら辺から敵がワンチャが出てくるのかな。とりあえずコーヒーポット。さて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 、あと10分ぐらいありますけど、枠がどれぐらい進めるか。この先は行き止まり。走っていけって声が聞こえてくる視聴者さんたちのちんたらすんな。この先もない。オッケー。すごいね、なんかダークソウル1にあった、あの、進むには地上へ出なくてはならない、あれを思い出すな。何か手があるはずだった。見る、これを使ってエレベーターで上行くのかな。なんかすごいいっぱい敵が出てくるような雰囲気はないな、あんまり。使う、エレベーターを使う。あ、なるほど、これでいいのかな。やめる。お、いい感じいい感じ。ジャンプジャンプで登るね。まだ電源が来てるとこがすごいよね。それで、アイテムらしきものはないと。で使う。あ、エレベーター今度は上に上げるのかな、これ。こんな感じ？大丈夫なのかこれ。それ、よいしょ。
さて、こっちには特に何もない。これ上に上がっていくのかな、それともん、ここで使うの、またあ、こうするのかな、こんな感じ。 OKOKOK 了解した。今回はなんか地味な動画ですねたまにはこういう回があってもいいんじゃないかと思いますけれども、やってる本人はね、なかなか怖がっておりますよ。よし、じゃあこれはどうなってんの、これ。こっちから行くの、蹴る。うん、どういうことこれ、降りていいの、え、え、今上に来たんじゃないの。ああ、なるほど。そっち側、ああ、そこにやるってことなのね。じゃあ、ちょっと飛び降りよう。よし。使う。で、また上に上げんのね。これぐらいでいいのかな？よし。了解した。さて。もっと敵ワンチャが出てくると思ったら、ちょっと違いましたね、予想が。よいしょ。おお。さて、地上に出ました。で、蹴る。さあ、ミラー峠の展望台へ向かう。ここはどっち行けばいいんだろう。下もあるけど、あれ、なんか上見た方が良かったって話みたいですね。よし、じゃあとりあえず上の天、なんだこれ、屋敷みたいなのあんの、掘ったて小屋ですね。あ、やった、見てて良かった。よし、発煙筒大切だよね。これは何、これ、これは何すか、これ。掘ったて小屋ではないみたい。原稿を拾う。トールとシンクレア看護師。トールドロンレイクロッジの窓を稲妻が照らし。トールアンダーソン。上機嫌でスチール製のハンマーを振りかざし。誰でしたっけ、トールアンダーソン。看護師のシンクレアが止めようとしたが無駄だった。さあ行くぜ。ミョルニルの一撃を食らいやがれ。力任せに振り下ろしたハンマーがシンクレアの頭を直撃した。復活ツアーだベイビー。意味がわからないんですけど、どういうことでしょう。トール・アンダーソンのハンマーがシンクレアの頭を直撃した。復活ツアーだベイビー。もう意味がさっぱりわからないですね。殺されちゃったってこと。ちゅうことで何の進展もないですね、今回は。もう25分か。もう早送りでもよかったんじゃないかっていう感じでございますけれども。よし、じゃあもうちょっとだけ進めようかな。さて、もっと走るのを駆使していきましょう。でも見落としちゃったりするんですよね、私。また鳥かよ、また鳥かよ。もうやめてよ、もう鳥。もう俺鳥あんまり好きじゃないです。もうちょっと、ちょ起動する。 A、 よしよしで、ライトの元に逃げると、そういうことですね。そういうことです。特にアイテムも何もない。さて、お、フレアガン。ケーブルカーか、最高だね、最高だねって言ってキャラ変わったぞキャラが変わったぞ。じゃあケーブルカーに乗って探索しなくていいのかな。まあいいや、行こう。もう行っちゃおう。景色はいいんですけどね。ふむ。さあ、何かあんのかな。ちょっと待って、フレアガン使えってことだよね、多分。これは、いやー、貫通してくるよ彼ら。
ちょっとやばい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 。これ使った方がいいのかな。いや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 、どうすればいいんだよ。オッケー、消えたのかこれ。いやもう使いたくないんだけど、フレアガンとか。あ、いな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 い。ちょっと先長いよ、まだ先が長いよ、先が長いよ。取り返ってきた。あ、去ってった、去ってったのね。いや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 。あっ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 、ちょっと後ろは大丈夫、後ろは大丈夫みたい。ええ、あの人詰まってるよ、なんかあの人たち軽く。おバカさん、あ、帰ってきた帰ってきた。何だったんだ今のは。来いよ、多分強い人たちですよこの人たち。よしよしよし、リロード、オッケー。なんであっちにいたんだろう、あの人たち。なんかあんのかな。ってことでですね、ちょっと待って待って待ってって、また闇の力。こういう時は後ろを確認だ。後ろ大丈夫だったようだってことで今回はこの辺りで失礼いたします。また次の動画でお会いしましょう。ではでは。